皆さんこんにちは、ワダルグリージです。今回はプレイステーション2のゲーム天下人続きをプレイしていきたいと思います。信長編の第3章になります。では早速シナリオの方を見ていきたいと思います。この第3章からですね、かなり難易度が上がったなという印象があります。実は何度かプレイをしてみたんですけども、この第3章まだ攻略ができていません。そのためレベルを、少しなんですけども上げてます。信長、秀吉なんかがレベルが1上がっている状態です。これでね、改めてプレイの方をしていきたいと思います。では合戦準備から入っていきます。だいたい敵が倍ぐらいになっていてですね、この倍の敵を相手にするのに多少手こずっているっていうのがね、実際の印象です。で、信長に関してはですね、やられてしまうともう即ゲームオーバーになるので、ここはですね、防御力アップにちょっと、舵を切ります。なんとしても信長が撃破されない、そういう戦い方をね、ちょっと模索していきたいと思います。代わって勝家なんかは、重騎馬隊になっていて、もともと防御力それなりにあるので、攻撃力が上がるようなね、装備に変更をしていきましょう。で、あとはですね、兵力が多い秀吉、ここもですね、何としても主戦力として戦ってもらいたいなと思うので、このためにですね、知略ですね、こちらをつけて、経験値を上げて、この後も主戦力として戦ってもらえるような、そういう活躍を期待したいと思います。あとは竹中半兵衛なんかもいたりしますね。で、このマップから、あとはですね、実は、明智光秀が加わってくれたりしますので、その光秀なんかにもね、装備をつけて主戦力としての、期待をしていきたいと思います。では、出陣をしていきましょう。姉川の戦いになります。室町幕府将軍家ただ一人の縁者足利義昭は反逆により京を追われ失意の日々を過ごしている。明智光秀の導きで信長と接触した義昭は上洛を画策、ついに信長の庇護のもと二条城へと入った。だがかねてより義昭懐柔を目論んでいた越前の朝倉義景はこれを不服とし、信長に公然と範囲を示した。長政め、朝倉に切り立てしよって。浅井と朝倉のつながり、我らより不幸ござりますゆえ。浅井にはお市様が。どうするおつもりか。あれも武将の妻よ、覚悟はしておろう。この姉川の戦いのマップなんですけども、まず長政、浅井長政を先に倒すのか、それとも朝倉義景を先に倒すのかで分岐が入るようです。さらに与一様の死亡するしないという分岐もあるようなんですが、今回はですね、与一様は助けたいので、まず先に朝倉義景隊を撃破、その後浅井長政という順番で倒します。これによってどうやら与一様が救出できるようなので、今回はそういうルート、そういう倒す順番を選んでいきたいと思います。ではマップの方ですね、光秀が参戦してます。馬と鉄砲の腕にはいささか自信がありということです。さらに滝川一政ですね。じゃあこの辺りの武将はね、組み込んで戦っていければいいのかなというふうに思います。浅井朝倉連合軍が14部隊 12,200 という兵数に対して、信長隊はですね 4,300 ということで、約3分の1、これだけの兵力差がある中で、ここ姉川の戦いを
制していかなければいけないんですね。史実だとね、軍勢の数ではむしろ、信長、家康、織田、徳川、連合軍の方が多かったはずなんですけども、まあ、初期配置では圧倒的に朝倉、連合軍の方が兵勢が多いですね。ただこの後ですね、徳川家康の部隊が到着するようなんで、まあ、それと合流しながらですね、先ほどお話した、朝倉、そして浅井と、こういう順番で倒していきたいと思います。結構敵の数が多いんで、分散して戦うとですね、もうその時点で即、兵力を削られていくという現象が、これまで負けてきた原因なので、まあ、ちょっとそのあたりはね、十分に、ちょっと考え直してですね、プレイ残していきましょう。ではちょっと舞台の再配置をしておきます。はい。では舞台配置を終えました。中央はもちろん信長。で、左翼には勝家。さらに、丹羽長秀、竹中半兵衛と配置してあります。で、勝家と半兵衛は騎馬隊で、丹羽長秀だけ弓隊で、ちょっと移動速度が合わないんですけども、今回はですね、そもそも部隊数が少ない、兵数が少ないので、集団戦法で戦いたいと思うので、あまり兵力の移動速度は考慮せずに組んでいます。右翼は滝川一正、これラッパ隊にしてあります。で、秀吉の足軽、で、光秀は鉄砲隊というところです。光秀の鉄砲隊が数が400とちょっと少ないので、このあたりは要注意かなと思います。では、早速移動を開始して、いきたいと思います。出陣です。天下は我がものよ。まず右翼に展開している一正、秀吉、光秀なんですけども、これ、いずれも移動速度遠く、かつ、最初の戦場として、考えている左側の方ですね、マップの左側の方へと進んでいきたいので、一番最初にこの一正隊を動かしていきましょう。で、その後に、勝家の部隊ですね、丹羽長秀、半兵衛、竹中半兵衛を伴って出撃していきます。で、最後に信長が出撃をしていきます。で、どうやらこのマップはですね、東道高虎が仲間になるようなんですが、その条件が信長と東道高虎が、ま、戦場で相が見えるということのようなので、信長がですね、うまく東道隊とぶつかるようにコントロールをしていきたいというふうに思います。では、まずは今お話した通り、カズマス隊ですね。カズマス隊から動かしていきましょう。まず、初期の戦場の状況としている、この、マップの左側ですね。こちらへと移動していきます。で、先側カズマス隊のですね、移動をしておきます。ん?勝家隊ですね。勝家隊も移動しておきます。まあ、ここのね、軍旗を扱っておきましょう。で、最後、信長隊も移動していきます。これが本隊扱いになりますね。矢倉を敵に奪われました。まず敵に奪われたこの左側の矢倉、ここですね。この矢倉を取りましょう。で、ここに東道高虎隊がいるので、この東道高虎隊をね、まず潰していきたいと思います。家康はこちらに向かっているという話ですが、まだね、時間がかかりそうです。で、何度かプレイした時にはですね、この家康隊が到着する前に信長隊が壊滅するという、まあそういう大惨事が起きてしまっていたので、まあ、そうならないように気をつけたいと思います。矢倉を敵に奪われました。さあ、では、ここからですね、敵陣、まあ矢倉ですね、東道高虎の守る矢倉に向けて突っ込んでいきましょう。信長隊もですね、少し前進して、東道隊との接触を図りたいと思います。まあ、残念ながら今ちょっと雨が降ってるので、三井での、ね、鉄砲隊がちょっと威力を発揮するのは難しいかなというふうには思います。で、最初なんですけども、特殊命令もいきなり使っていきましょう。結構ですね、この序盤で部隊を失ってしまうということが多かったので、カズマスまず桜に使って敵を混乱に陥れて、そこに横っ腹からですね、勝家隊を突入させていきます。で、この突入させるタイミングで騎馬突撃を使って一気にね、浅井と前衛部隊
これを撃滅、撃破していく、あ、そういう作戦ですね。で、この間にですね、信長は後方に回り込んで東道高虎隊と接触、あ、こういう流れを考えてます。では東道隊に当たっていきましょうか。ここに東道高虎がいますね。これを信長がうまく接触してくれれば OK ですね。さあ、東道高虎ですね。確かに東道高虎は築城の才能があったということで、大阪城の縄張りとかも確か加藤清正とかと一緒にやったような、そういう記憶があります。さあ、ではここで信長に特殊命令で東道高虎の内容を発動です。これで東道隊が仲間になるんですね。それで東道高虎が仲間になりました。捜査対象になってますね。さあ、東道隊をこの浅井軍のところに突き出しましょう。一気に、ここの矢倉占拠できそうですね。矢倉を取りました。この矢倉を取ったら回復して、直ちに浅井朝倉連合軍のうち朝倉軍へと向かいたいと思います。では次の矢倉攻略に向かいましょう。この矢倉に対してはですね、左側から信長、さらに数正、秀吉、光秀ですね、ちょっとまた雨が降ってきたんですけども、で、右翼の方にはですね、勝家、それと内容してくれた東道高虎隊を配置してあります。まず東道高虎なんですけども、ちょっとこの石弓のところに行ってですね、石弓の確保をしたいと思います。で、騎馬隊の勝家隊はまず軍旗を奪還して、しかる後にですね、ちょっと敵とぶつかりたいと思うんですが、その前にどうやら敵が突っ込んできましたね。なのでちょっとこれ前衛に信長が出過ぎてるので一旦後ろに下げましょう。で、代わりに数正秀吉で奮戦させます。で、軍旗を奪還したところで、勝家隊は一気に矢倉に突っ込みましょう。で、石弓攻撃ができるようになったので、東道高虎はですね、ここで石弓を制射して、敵を混乱に落とし出れましょう。で、突っ込んできた敵の朝倉隊ですね、これに対しては風増のラッパ隊で応戦します。あ、本当だったらここでね、鉄砲隊が使えればいいんですけど、残念ながらちょっと雨が降ってますので、ね、一気に敵を混乱に落とし入れて、この間に蹴りをつけたい。ではここで一気に敵を壊滅させるために敵の足軽隊に対して岩長秀を混乱させましょう。我が策で戦の本、今まではこの特殊攻撃をですね、温存して前半で敗退してたんで、今回はもう前半から特殊攻撃を順番に盛り込んでですね、決着させましょう。で、東道高虎隊の方は一瞬の攻撃が出てますね。もうちょっとね、繰り返していきます。
さて、では信長、カズマス隊もですね、矢倉へと向かいます。ラッパ隊がね、敵を撃破してくれたのがいいですね。カズマスのラッパ隊はですね、沼地とかでも攻撃力や防御力、移動速度が落ちないという、まあ、特殊地形でかなり火力を発揮してくれるみたいですね。では、一旦この矢倉に全員入って、配置します。矢倉を敵に奪われました。そうか、矢倉が敵に奪われたか、奪還しないといけないな、この朝日は。矢倉を取りました。この奪還には、初入れ隊を向かせましょう。矢倉の奪還になります。朝倉隊がこうやって、小出しに出てきてくれる分は、時間をかかってしまうんですけど、大関係です。奪還隊か。奪還を手にするんだったら、ちょっと連戦になりますけど、ここは、カズマス隊を出して、確実にちょっとこの軍旗を守った方がいいですね。ラッパ隊相手にラッパ隊と戦えば、攻撃の条件ですけどね。では、雨が降ってきました。この雨に乗じてですね、ちょっとここにいる敵の鉄砲隊、これを先に叩きたいと思います。雨が降ってる間は鉄砲が著しく減退すると思うので、この間にですね、敵の鉄砲隊を叩いて、こちらの鉄砲隊による損害をね、最小限へと食い止めていきましょう。では、朝倉義景のいる、本陣、敵本陣へと突入を図っていきます。信長はここで、お家芸発動します。大輪コブ。まあ、3回使えるうちの1回目、ここで使って、朝倉隊を一気に押し潰すという作戦ですね。まあ、ただ、信長がピンチに落ちるようであれば、信長は一旦後衛待機ということも考えたいと思います。まあ、なんといってもね、信長がやられるとそこで終わってしまうので。で、光秀がちょっと混乱状態かな。ちょっと前衛にいるんで、三井で押しに下げましょう。さあ、半兵衛もここで特殊命令出しましょう。騎馬突撃。一気に朝倉義景のいる敵本陣で、騎馬隊で突入戦を敢行します。で、そうこうしてる間に、カズマス隊が敵の槍隊を撃破したので、カズマス隊もですね、もうここは敵本陣に突っ込んでもらいましょう。で、ここに来て、東道高虎隊はですね、もうちょっと一瞬の攻撃はできない状態になっているかなと思います。で、一旦ですね、軍旗のある地点まで移動します。さあ、これで騎馬隊が朝倉義景の本陣へと突入をしていきました。まあ、敵は連射隊ということなので、この突入の前に朝倉義景隊は完膚なきまで撃破されそうですね。で、家康が到着しています。で、家康はどこに出たんだろう。史実ではね、浅井隊に対して、徳川隊が戦ったということだったと思うので、そうですね。マップでいうところの、左の方に出てきてますね。特にちょっと見ておくと、ここに出てきてます。このまま行くと浅井や桜隊が、どうなんだろう。ちょっと微妙なことになりそうなんで、そうならないように、こちらも東道隊をちょっと移動させておきましょう。では浅井久政との館、ここに向かいます。ここにお市様がいるという情報なんで、敵兵を見つけました。敵の伏兵か。
敵の復元に対して誰当てるかだな。敵の復元が現れているんですけど、ここに、ちょっと待ってね。この工作隊だけでぶつかるのはちょっと危険なので、ちょっと動かしたばっかりなんですけども、カズマス隊を、ちょっとこの、報道隊のところに救援として出しましょう。これが隊が苦戦してるので、これはしょうがないですね。朝倉義景は撃破しました。では、敵の本陣に信長を残して、勝家隊は、騎兵として現れたこの朝倉隊に当たりましょう。さて、浅井久政隊のところにたどり着きましたが、この間にですね、なんと残念ながら、徳川隊は撃破されてます。なんとも心もとないですけど、しょうがないですね。これで、お市様が、救出できましたね。で、ちょっとまずいことが起きてまして、信長のところにですね、敵の増援がやってきてますので、この信長がやられると終わってしまうので、ちょっと信長がやられないようだけ、注意しましょう。敵のラッパ隊がいてですね。あ、では、信長が、ちょっと敵を抑えてるその間にですね、こちらは、長政の本陣を目指します。伏兵にやられました。熱いは伏兵に強襲されてんだな。ちょっと東道高虎を使います。兵数がなさすぎるな、とはいえ。一旦、高寺を回復させますか。では、敵の遊撃隊をほぼ壊滅させましたので、長政のいる本陣を目指します。浅井長政もですね、連射隊なので、ここは移打点、移動速度を上げて一気にですね、長政の元へと急行します。で、信長はというと、ここでもう一度お家芸を発表しましょう。まあ、ズバリ、出港突撃。これで、一定時間味方の移動速度が 1.5 倍になりますので、まあ、より早くですね、長政の元へとたどり着ける。まあ、そういう作戦であります。さらにお家芸連発しましょう。大輪飛び。出港突撃で、長政の元にたどり着けそうなので、さらに攻撃力にリブートをかけてですね。敵の櫓を潰しました。で、長政隊も撃破できそうですね。これで、浅井朝倉連合軍撃破しました。レベルがやっぱり1でも上がるとだいぶ変わりますね。3回やって3回とも、姉川の合戦、姉川の戦い勝てなかったんですが、レベルを1上げて、なんとかね、今ご覧いただいたように攻略ができました。上洛を果たし、無事将軍に返り咲いた義明は、先の功を感謝し信長に副将軍の座を下賜しようとするが、信長はこれを拒んだ。天下不武、斧が力で天下を統一する野望を持った信長にとって、
人から与えられた地位などに興味はなかった。代わりに信長は堺、大津、草津といった流通の要に代官を置くことを認めさせ、経済流通を掌握する。秀吉殿はご存知か、巷の殿にまつわる風評。光秀殿、あの手の話は気にすることはあるまいよ。殿の悪評、聞かぬ日の方が珍しいて。しかし、こたびの副将軍職を突き返した一件、義明公のみならず、京の民の間でも殿の器量を危ぶむ声が高くなっている次第。殿がいらぬと言うておるもの、無理にもらうことはあるまいて。だが、将軍家の後ろ盾なしに天下をお取り召さるは難しい。光秀殿、貴殿は今や信長様の家臣でござろう。前の主の顔色ばかり伺うはいかがなものかの。秀吉殿、それはあまりに無礼な。殿、一大事でござるぞ。殿、また勝家殿の一大事が始まりよった。では光秀殿、これにて失礼いたすでの。はい、ということで、姉川の合戦、攻略完了ですね。最後には、秀吉と光秀の、まあ、ちょっとした軋轢みたいなものが、ちょっと伺えるシーンがありました。信長がレベルアップ、半兵衛もレベルアップしてます。勝家、秀吉、光秀あたりもね、ちょっとレベル上げていきたいところなんですけどね。さて、信長に関しては、伊賀天と騎馬突撃が2回使えるようになりました。勝家も伊賀天が2回。これ大きいですね。で、丹羽長秀は毒の矢が使えるようになったということですね。で、いくつかの、アイテムも入手しております。このアイテムもね、次の戦いでは使っていきたいと思います。はい。では次は手取川の戦いに進むようですが、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、その様子をプレイしていきたいと思います。